さんのメモロディのインパクトがすごいブルアカ、ハージもあるよ。ということで今回は、新しくメモロディが追加された通常アスナさんをご紹介していきます。視聴者アニキたちはアスナちゃんの追加メモロディは見たかな？騙されたと思ってみてみんな。飛ぶぜ。おっぱいの大きなお姉ちゃん、お名前は？さて、まずはアスナさんのプロフィール紹介です。年齢は17歳。誕生日が3月24日、身長は167センチ。ミレニアムサイエンススクール3年生。部活はクリーニング&クリアリングに所属しています。趣味は襲撃。CV は長谷川郁美さんが担当しています。公式の紹介文では、ミレニアムサイエンススクール所属、秘密組織 C&C のエージェント。コールサインは01で、卓越した動物的な、感覚と直感とで数々の難関を乗り越えてきたベテランである。任務中、勝手に人を信じて正体を明かしたり、疑わしいものは全て壊してしまうなど、理解しがたい行動も多々あるが、最終的にはきちんと成果を収める、と紹介されています。どんなミスをしても最終的に成果を収めるとかまるで大魔人だな。君、大魔人の素質あるよ。そそるぜ、これは。公式のアロナちゃんによる生徒紹介では、アスナさんはミレニアムの秘密組織、C&C のエージェント。直感任せで突飛な行動をしたりしますが、最後にはきちんと成果を出す不思議な人です。やっぱり私が必要なんだね、と紹介されています。そしてつい先日のアプデで通常アスナちゃんにメモロディが追加されたよ。衣装違いのバニーの方だけしかなかったから今回の実装は嬉しいですね。Twitter でもあまりのインパクトに話題になってたよ。ママのおっぱいが欲しいんで、ここに会いに来たんだもん。さて、お次はボイスを聞いてみよう。先生、いや、ご主人様、こんにちは。今日も一緒に頑張ろうね。胸のほくろがいいよね。こんにちは、ご主人様。今日も精一杯使えてあげるね。これが私のご主人様の連載再開はまだですか？私に会いに来てくれたの？そうだよね。やっぱりご主人様は私のことが好きなんだね。200キロ走ってて偶然会っただけ。掃除と洗濯なら任せて。跡形も残さず片付けてあげる。違う、そうじゃない。任務が入ってきたよ。さあさあご主人様、早く解決しに行こう。緊急事態です。でかーい。説明不要。シャミ子が悪いんだよ。返して、お家に返して。ご主人様に乗っかっちゃった。うん、体も軽いし、今なら何でもできそう。今なんでもやってみせろよ、マフティ。なんとでもなるはずだ、ガンダムだと。持ち上げモーションも見てみよう。やっほー、任せてね。楽しい。おい、これ話せ、バカ。なる。以上、モノアニキたちはバニーコンプできたかな。こちら4万円となっております。さあ、それでは任務を始めてみようかなっと。さて、お次は戦闘スキルを見てみましょう。 C&C エージェントの力を見せてあげる。今はバニーさんだから、ぴょーんって。アスナさんはノーマルスキル、ですよ。敵単体にダメージ。パッシブスキルで回転率の増加。サブスキルは EX スキル時の攻撃速度増加。EX スキル、ビッグヨーは、回避値と攻撃速度の増加です。ビッグヨー。アスナさんの固有武器はサプライズパーティーという名前の武器で、なんだか賑やかで楽しそうな名前がついてますが、この由来については忘れてしまったそうです。アスナちゃんは忘れっぽい性格なのかな。もなりゃしねえ。この空気最高。さて、最後に追加されたメモロディを見てみようか。アスナちゃんからアリス SOS をいただいたので駆けつけました。ぼーっとしてどうしたんじゃろ。さっきから目の前にいたけど、うん、僕も仕事中にニコニコのミームが延々と脳内再生されて気が狂いそうになることあるよ。アスナちゃん、まるでうちのじいちゃんだー。まさか、嘘だろお前。
もしかしてアスナちゃんは何か病気なの？まともに歩けてないやん。もしかしてヘイローとかに関係する症状だったりする？こちらも支えねば。ブサ法というもの。おばあちゃんが転んで入院、退院するときに支えたことを思い出した。アスナちゃんや、ご飯はおととい食べたでしょ。休憩大事よ。これは重症すぎる。危なーい。なんとか間に合った。アスナちゃん大丈夫。守備は任せろー。女の子の重みを感じたい人生だった。ワクワクを思い出すんだ。感覚戻ってよかったー。足なんて飾りですよ。偉い人にはそれがわからんのです。これはトラブルなダークネスの予感。いかん、ヨウツベくんが過酷なヤンクミーしちゃう。僕で隠さなきゃ。でかすぎー。ご主人様に乗っかっちゃった。先生は受け。うん、体も軽いし、今なら何でもできそう。ブルアカ X の時間ですな。お前が好きだ。お前が欲しい。何なんだろうな、この感じ。まあいいか。じゃーん、いつものアスナちゃん復活。ブルンブルにゃんけ。これもご主人様のおかげだよ。ありがとね。この絶景、こちらもぬかねばぶさ法というもの。やっぱりこうしてご主人様のそばにいると心が躍るな。なんだかちょっと癖になっちゃいそう。これから毎日マウント取られたい。だからこれから時々こういう風にね。よろしく、私のご主人様。これが私のご主人様。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいキャラがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、でかいわ正義。あと今回のサムネはマルシンさんにお借りしました。ありがとナス。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしくー。